お互いにその歩み寄り、そしてさらに高め合いというような、まあ協調の精神でやっていけばいいんじゃないかと。2月の8日は予定通り、私どものこの川島が代表取締役社長に選任されるはずの、まあ臨時株主総会があるという形で、2月8日終わると、まあ、僕はいっぺん向こうに話しに行こうかなというふうに考えてます。企業文化風土というものはそんな一朝一夕でできるわけでもなし、長い間のプロセスを経て今日形成されているわけですね。ただずっと長議員のままできたんじゃなしに、これが途中からリップルに変わり、それでクリス・フラワーズに変わり、という中で頭取も次々変わりという、まあ非常に僕としてみればかわいそうな状況があったんじゃないかなと。やっぱり、この経営思想とか経営哲学がぶれるというのが一番僕はかわいそうだし、この人心が統一していくという、人心を統一していく上で、マイナスになるんじゃないかなと、まあ、ここから先はそう簡単に変わらないわけですから、できる限り、我々の考え方ややり方を強制するんじゃなしに理解してもらいながら、お互いにその歩み寄り、そしてさらに高め合いというような、まあ協調の精神でやっていけばいいんじゃないか。